はいどうも、サカドロックスの近田ですけど、スピリチュアルサンドライドと申します。ゲストヒットライドでやってます。今回リクエストあったんですよね。たけるくん、佐藤たけるくんと、松本潤さんを占ってくれませんかっていう。まあ、どういうことを占ったらいいのかなっていうところもあったんで、ちょっと僕勝手になんですけど、また比べてみようかなと思って、この男子のイケメン二人の恋愛観とかね、あと結婚観とかね、そこを比較してみてみんなで見ながら、どっちのイケメンがいいかなみたいなところをお話しできればななんて思ってます。たけるくんのポイント7つですね。真面目保守的、ボランティア精神、地味、過去のことは忘れがち、恋愛不器用、恋愛マンネリ化しやすいっていう7つ。これはよくね、何回も出てますね。で、松潤ですね。松本潤さんのポイントは、どんなことも全力ですね。で、頑固者。で、保守的ですね。で、一見とっつきにくい。で、警戒心が強い。で、何があっても動じない。で、コミュニケーションがちょっと苦手っていう。これが7つのポイントですね。じゃあ、恋愛観、2人の違いですね。基本的に佐藤健くんと松潤は、似た部分がね、ちょっと多いんですよね。で、松潤の方が独占欲がちょっと強いかなって。自分を見てほしいっていう感情がちょっと強いかなっていうところです。で、たけるくんは相手に対して尽くす。温和なんですね。温和な、優しい人なんですけど、松潤はちょっと思い通りにならないと短気になったりとか、多少ね、重さがある部分があるかなっていうところかな。そこが違うところですね。で、二人とも一途なことには間違いないですね。で、結婚観ですね。結婚観の違いなんですけど、二人とも、なんていうのかな、昔ながらの日本男児みたいな感覚の星なんですよね。なんていうかな、こう、男が外で働き、女が家庭を守るみたいな、ね、こう、あるじゃないですか、そう、バシッとした結婚観みたいな。なんかそういう保守的な面がね、ベースにある人ですね。で、家族や子供が両方とも好きですね。だからどっちもイクメンですね。イクメンになる二人ですね。で、またね、二人ともね、保守的だから、変化を好まないわけですよ。保守的な人っていうのは。変化を好まないっていうのは一体何のかっていうと、家庭はまずつくじゃないですか。で、保守的じゃない人もいっぱいね、星はあるんで、そういう人はもう飽きちゃうわけですよね。作ったものに対して。飽きちゃうから外に行く、他のことしたいってなっちゃうけど、この人たちの場合は一回作ったものを変化させたくないから家庭をね、あえて壊すっていうことをしたくないわけですよ。だから、離婚するってことがまずないっていう星なんですね。まあだから離婚すると保守的じゃなくなっちゃうっていうのかな。変化してしまうわけだね。せっかく自分らが作り上げて出来上がったものを、あ、やっとここで安住の地にできるなってなって、そういう思いで作ってきたものだから、それを自ら壊そうと思わないですよね。で、そうじゃない星の人たちは、これを安住の地にしようとは思わないんですよね。流れで結婚しちゃったみたいな人ももちろん、勢いで結婚しちゃったみたいな人もいっぱい、そういう星もいっぱいあるんだけど、この二人の場合はちょっとじっくり考えて結婚するので、せっかくじっくり考えて作った安定した家庭を自分があえて浮気とかでぶっ壊すっていうことはありえないってことですね。まあそんな感じでちょっと二人の違いはこんな感じなんですけど、この二人のね、まあ、二人ともに、ちょっと共通してる部分があるんだけど、でもね、やっぱまた違うんですよ。違う星なんだけど、共通してる部分があるので、たけるくんとかは、今までね、見てると思うんだけど、自分と真逆な人に憧れを抱いて好きになる、仲良くなるっていうのはあるけど、マサジュンとたけるくんの場合は、ちょっと共通点が多いので、普通に友達としてね、あ、なんか、仲いいな、っていうか、共感できるなって、わかるっていう関係だと思います。まあ、そんな感じで、今回、リクエストがあったんで、イケメン二人、松潤と、たけるくんを、占いで比較してみました。そんな感じで、また、この人とこの人を比較してくださいなんてリクエストがあったら、ぜひ、遠慮なく、コメントください。見ますんで。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。